川崎議員。続いて、維新から私、が、質疑をさせていただこうと思っております。私からですね、もう全問市長に、すいません、ありがとうございます。もう市長に聞こえない。全問ですね、市長にお尋ねしようと思っております。市長ありがとうございます。まあ、多くの市民はですね、この都構想の議論、まあ、素朴にですね、まあ、賛成派、反対派、そういった議論をですね、見てみたいっていうふうに思っていらっしゃると思いますし、非常に大きな関心事になっていると、私も日々の活動で感じてます。今日も実際こうやってマスコミの皆さんも各社、来て、くださってますしね。で、僕今日登庁して、今日の委員会が、まあ、今日は8時過ぎまでですかね、7時間以上やるってことを聞いて、まあ、それはいいことなんですけど、びっくりしました。これ市長を呼んでですね、質疑するっていうのは僕ら、まあ、維新以外でですね、20分しかないんですね。あとも市長を呼ばない。この財政委員会というのはですね、まあ、僕ら維新の会1年生議員ばっかりですけど、各派の、先生方はもう幹事長クラスが軒並み勢ぞろいされていて、その方が市長に質問ぶつけてですね、それこそ市長に反問権とかも、まあ、認めて、町長発揮し、議論して、それをまあ市民に見てもらえば、まあ、一番いいのかなっていう思いで、まあ、今日役所に来たらたったの20分しか市長要請がないというところもあって、もう本当にそれだけでも残念な気持ちなんですけども、私からはですね、このいわゆる反対派が言っている主張とか都構想に対する批判とかをですね、私がまあ代弁するような形で市長にいろいろお尋ねをしていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まずこのまあ都構想、まあ、大阪における大都市のあり方のまあ議論の出発点ともいえるですね、この二重行政の意味、これ実はまあ、市長もよくよくご存知だと思いますけど、もうすでに錯綜をしています。この二重行政による無駄っていうのがですね、一体何なのかっていうのを、市長が、どのように考えているか、それを、なるべく市民に分かりやすい形でご説明いただきたいと思います。橋本市長。二重行政の無駄は、施設が2つあるから無駄だと言ってるわけではないです。単純に2つあるから無駄というわけではなくて、役割分担ができていない施設が2つあるじゃないかということです。大阪府域内に、まあ、この狭い、まあ、全国で2番目に狭いですね、まあ、大阪府域内に本来広域的な、まあ、大阪全体で抱えるべき、まあ、施設がですね、そういうものが、まあ、2つずつこの大阪府域内に存在しているということ、これが無駄だと言っているわけであって、2つあるからすぐ無駄と言っているわけではないです。だからきちっと大阪全体で抱えるものと市町村が抱えるものが役割分担ができていれば、施設自体、同種の施設自体が2つあっても問題ありません。また大学や病院なんかも、これも2つの不律、一律があるから無駄だと言っているわけではなくて、経営がそれぞれバラバラに行われているということが無駄じゃないかということを言っているわけですから、一律大学、府立大学、また一律病院、府立病院ですね、片方をですね、全部潰せと言っているわけではなくて、経営を統合化すれば単にその経費が削減できるだけではなくて、その大学だったり医療がですね、よりもっと強い戦略を描けるんではないかと、まあ、言ってるわけです。また二重行政というものは施設の無駄だけではなくてですね、意思決定が2つ行われる無駄がある。これも大阪全体で行わなければいけない意思決定と、まあ、市町村が行うべき意思決定、これが併存することは問題ないんですが、大阪全体で、意思決定をしなければいけない、まあ、その意思決定機関がですね、大阪府と大阪市に、まあ、併存しているということが、非常にまあこれは無駄をというよりも、この無駄というのは経費的な無駄ではなくて、大阪全体の成長を阻害するという意味での、まあ、無駄が、まあ、生じていると。ですから今大阪全体で方針を決めなければいけない大阪の成長戦略や観光戦略、都市魅力創造戦略、文化政策の戦略、まあ、そういうものについても意思決定機関が2つありますので、まあ、なんとか僕と知事の人間関係で
一本化をしているところはありますけれども、それでも組織が2つあるとですね、これは大阪府庁の職員も大阪市役所の職員も善意でちゃんと大阪のためになるという善意の気持ちでそれぞれいろいろ考えるんですけども、やっぱりここは組織同士、組織が別々だとですね、いろんなところでぶつかって、材木については最終的にはこれは副知事副市長でも解決できずに、市長と知事で全て最後決めなければいけないという、これはなかなか議員の皆さんにこの現実は分かってもらえないのかなと。もうずっと知事と電話をやり合いながらですね、お互いに局に確認をして何が問題点なのか、どこで折り合いがつかないのか、で最後は知事と僕で話をしてですね、どっちが引くのかということをですね、延々やり続けてきたというのがこの3年間でありましてね、これはおそらくその現実は議員の皆さんはなかなか把握認識できないのかなと思ってます。こういうことも無駄の象徴例です。意思決定が円滑に行われない、本来だったら意思決定がしっかりと行われて、大阪全体の意思決定が行われて、大阪全体の成長というものを進めていくことができるにもかかわらず、意思決定が、大阪全体の意思決定が円滑に行われないということも無駄です。以上のように施設が2つあることだけではなくて、大阪全体の施設と市町村の施設という役割分担が、この大阪府と大阪市で役割分担ができていないこと、また2つ併存してもいい施設であったとしても経営が一元化されていないこと、それから大阪全体での政策的な意思決定が全く円滑に行われていないこと、これらを称して二重行政による無駄だと考えています。川崎委員、はい、ありがとうございます。これ大阪全体でですね、最適化が図れるかどうかちょっと難しい言葉で言うと、実は大きな似たような権限がある、お金がある、そして指揮官がいる、そういう組織があってですね、そういったことは一元化できないというのはもうまさに数値化できない無駄というのも山ほどあるわけなんです。で僕もですね、地元でいろんな、都構想の、説明とかいろいろしているときに一例を、僕住吉なんですけども、大学が、一大がありますので、ちょっと例を取って説明をすることがあるんですね。総合大学年間100億円、補助金が入る一大、その大和川を挟んで、直線で 5キロ6キロぐらいに府立大という、大きな総合大学があると。で大阪全体に大学が1個あるとか2個あるというのはそれは別の議論があるかもしれませんけど、少なくとももし2つ作るときにですよ、大和川挟んでその南のところの5キロのところに2つ総合大学って作りますか。これはもう数値化できない無駄、無駄といったら全てが無駄、さっき言ったように2つあるから1個潰せとかそういう荒っぽい話じゃないんだけども、全体としてこれが全体最適って測れてないことが今まで山ほどあったんですっていうことを、説明するとですね、納得していただける方も多々いらっしゃいます。私もですね、しっかりと分かりやすい例えで、この二重行政ってそもそもどういう無駄なんていうことをですね、説明をしていきたいと思います。で、これですね、府議会の議論でこれ自民党の議員が、確か知事に質問をしていたところをちょっと例に引きたいんですけども、特別区はですね、大規模な箱物を作れないという、そういう作れないという禁止するような法律の規制はないので、これ仮に都構想を作っちゃったとしても特別区またビルとかぶっ立てちゃうんじゃないか、止められないんじゃないかっていう、論があったんですけど、それについて何かご所見あればお聞かせください。橋本市長。二重行政の無駄については最適化という言葉はこれはもうそれこそ最適でしょうね。最適化というものは数値化されない、要は資源の有効配分、最適化、これですよね。大阪府域内で、これは施設ものだけではなくて政策についてもやはり最適化が図れていないと、これが一番やっぱり分かりやすいのかなと思ってます。ですから今までは大阪市役所、大阪市議会議員は大阪市内のことばかりを見てですね、大阪市域内と大阪市議会、市域外が完全に分担化されていましたけどもね。ですから大阪都構想反対の人たちも何か言えばすぐ大阪市内のことばかり言いますけれども、今の大阪という都市構造を見ると大阪市域内だけのことを考えていては大阪全体の発展はないと、大阪全体の発展を目指して大阪市の大阪市域内の発展も目指していく。多分政令市は
じゃあどうなんだっていう話があるんですけど、他の政令市は大阪とはまた違う実情がありますのでね、大阪のように狭い範囲で、しかも大阪市がその大阪府域内のど真ん中にあり、大阪全体の発展を目指そうと思えば、大阪市内へ の, その資源 の, そ の, 最, あのその最適化というものをやっていかなきゃいけない、政策の最適化をやっていかなきゃいけないという、まあ、そういう実情がある大阪と、まあ、50万クラス、100万近くの政令市のある都道府県というのは、まあ、都道府県と政令市というものが完全に役割分担ができている、まあ、そういう都道府県もありますから、まあ、要は大阪というのは役割分担できていない、最適化が図れていないという、そのそういう、まあ、特殊な都市の状況の中で、まあ、このそういう都市の状況の中での最適化が図れていないということが、まあ、二重行政の無駄と、まあ、言えるんでしょう。それから、まあ、特別区が箱物作れないからとか、これ大阪都構想についてですね、反対する人たちはありとあらゆるその不安といいますかね、恐れをこう言い募るわけですね。で、現実の行政っていうものの状況を踏まえた批判ではなくて、大阪都構想になるとですね、現実の行政というものを全くそこを度外視して恐れとか不安を言い募るんですが、まあ、そんなことを言い出したら東京の特別区とか、もっと言えば大阪府内の市町村がですね、 WTC ビル建てた事例があるんですかってことですよね。ないですよそんなの、で、信託事業でそんな高層のホテルを建ててですね、巨大なプールみたいなものを作ってですね、1000億円以上で作って、それを失敗して後で、弁償金として650億円も払った事例が普通の市町村でありますかということです。だから権限がある、あることと政治的にそれこそ最適化が図られることっていうのは別問題ですよ。だから特別区で権限がやろうと思ったらできるじゃないか、やろうと思ったらできるかもわからないけど普通はやらないでしょと、そんな議員いないじゃないですかと。大阪市議会が異常だったんですよ。だから異常な財布を持ってですね、市町村の仕事の財布と都道府県の財布をダブルで持って、全くもうそこで監視機能というものが働かずにですね、市町村の仕事と都道府県の仕事をごちゃ混ぜにやってるもんですから、こんな巨大なその施設をどんどん生み出してしまって、もちろん大阪府庁が正しいとは言いませんよ。大阪府庁もデタラメなことやってたんですから、2つがデタラメなことやってたんですからね、両方正していかなければいけませんが、まあ、少なくとも大阪市役所は本来は市町村業務を中心にやらなきゃいけないところですね、まあ、これまでの経緯から都道府県業務も担って、まあ、都道府県がやるようなこともずっとやってきた。で、これが特別区になればですね、権限は法律上はさ禁止はされてないのかも分かりませんけども、その財源とか、それから住民の皆さんの目とか、議員の意識、議員の意識は必ずこれはもう通常の市町村業務に集中しますよ。小中学校のテレビがどうなのか、ブラウン管なのか、小中学校の図書室の本がどういう状況なのか、今大阪市議会議員はもうそういう話もカジノの話も空港の話も港の話もごちゃ混ぜになってますけども、おのずと特別区になればですね、その区議会議員も区長も本来の市町村業務に集中するわけですから、いくら法律で禁止されてないからといって、そんな時にバカでかいそんな高層ビルを建てるなんてことは絶対ありませんし、そんなことやったらすぐ選挙で落とされます。まあそういう意味で、法律で禁止されてないからということだけで恐ればかりを言うっていうのはもうとんでもない批判ですね。そんなこと言い出したら、今だってやろうと思ったらですね、大阪市で空港を作ろうと思ったら空港作れるんですよ、やろうと思ったら。こんなことやりますかってことです。誰もやらないじゃないですか。だから特別区になって箱物を作れないという法規制はないと、だから作るんじゃないかと、非常にもう馬鹿げたそんな批判だと思っています。川崎委員、すいません、これあえて引き合いに出させてもらった、僕自身もですね、もうための反対のためのこんな言いがかり、ただこれ言ってるのは自民党府議団の幹事長なんでね、これちょっとあえて言わせてもらいました。はい、これさっきも言った通り、その都市圏でですね、全体最適を図っていく、そのために仕事を役割分担して見合った役所を作り直す、まあ、ただそれだけの話がこの都構想の話なんですけど、じゃあ二重行政って何やねんって、まあ、市議会でもいろいろ議論するとですね、まあそこにいた柳本委員は二重行政ないとか、まあ、おっしゃる、まあ、それはまあそういう見識もあるのかもしれないですけど、
じゃあ今度府議会であのこうやってね二重行政できるかもしれへんやんかとか、もう言葉遊びみたいになっちゃっててですね、そこをあの全体最適を図っていく、そういうまあハードにしてもソフトにしてもですね、じゃあそれにどうしていけばいいかっていうのが議論の本筋なんですけど、すぐまあこうやって歪められてしまうという実態があるということをですね、ちょっと引き合いに出した理由でした。続いてですね、これも反対派よく言うんですけど、大阪府の、財政厳しいんだと、市に比べて厳しい。だから大阪市の財産をですね、勝手に売っ払って、これ府の財政再建に充てる、まあ、こんな、批判もですね、これ議会でも堂々とされることあるんですけど、その点についてのご意見を教えてください。橋本市長。大阪市から府に移管される財産、まあ、いろんな財源も含めて財産はですね、事務分担などに応じて、広域自治体の役割に密接不可分なものに限定しています。ですから、まあ、広域自治体として大阪府がしっかり市民のためにやらなければいけない、まあ、そういう仕事に合わせた形で、財産を移管させていきます。大阪市の財産は大阪市民が長い歴史の中で築き上げてきた貴重なものです。ですから事業終了後は特別区に戻すことを基本に特区協議会で、まあ、協議をします。このことは協定書にも明記をしています。まあ、こうしたことから、まあ、府に移管される財産を府が勝手に処分することは、まあ、ありえません。全く的外れな批判です。まあ、すぐ大阪府が勝手なことやるとか言うんですけども、大阪府もですね、これ知事も府議会議員も市民が選ぶわけですから、何か大阪市議会の議論を聞くとですね、大阪府議会や大阪府知事はもうむちゃくちゃな、もう悪魔みたいな、そんな存在だと、市民のためにならないような存在だということを前提にしているような議論が多いですけども、僕も知事やりましたけどもね、さあ大阪府庁も大阪市役所も税金の無駄遣いいっぱいやってきましたけども、まあ、それでも府庁も知事も府議会もさあ市民から選ばれてる、まあ、府庁職員は違いますけども、知事も府議会議員も市民から選ばれて、まあ、市民のために一生懸命仕事やってるわけです。まあ、僕も実際やってきました。でもう一つはこの大阪都構想の議論するとですね、もう大阪反対派の人たちは大阪市のことしか考えてないんですけどもね、市民は府民でもあるんですよね。だから大阪都構想っていうのは大阪市役所だけじゃなくて大阪府庁も立て直すと一緒にですね、まあ、それこそ最適化も含めて大阪市役所だけじゃなくて大阪府庁も一から作り直していくというような話ですから、その大阪市役所だけのことを考えて大阪府庁はひどい、大阪府知事はひどい、大阪府はひどいと言っても、市民にとってみたら両方良くなってもらわなきゃ困るんでね。だからその辺がすごい、その辺がこの大阪市議会での議論というのが非常に近視眼的だなと。大阪府っていうのはどうなっても関係ないんだと。さあ市議会の皆さんからすれば大阪府はもう関係ないと思ってるのかも分かりませんが、市民からすれば大阪市だけじゃなくて大阪府も立て直ってもらわなきゃいけないわけですから、2つ合わせて最適化を目指していこうというのが大阪都構想ですので、まあ、このように、勝手に大阪府が、府の方が財政状況が悪いじゃないかとか、だから勝手に大阪市の財産を勝手に売却するじゃないかと、まあ、ありえないような批判でもありますしね、大阪府の財政状況が悪いんであればそっちも直していくということが市民にとっての利益になるわけですから、両方やっていかなければいけないと思っています。ただ大阪市の財産を勝手に大阪府が売却してその財政に充てるということはこれはありえません。事業終了後は、まあ、特別区に戻すことを基本に、しているということも協定書にしっかり明記しています。川崎議員。はい、これも制度設計の基本思想なんです。仕事見合いで財源つけるとかですね、負債があったらそれに見合ったものをつけるっていうだけの話、役割、まさに役割分担の話ですし、これ市議会の皆さん、府がね、もう本当に悪者だみたいなことを言うんですけど、各政党、府議会にいるんですから、ちゃんと議論して、そこでグリップすればいいだけの話だと思うんですけどね、これもよくわからないなということで、あえて市長にお尋ねをしました。話また変わります。先日のテレビ番組でですね、例の京大院教授、名前は市長は今出されてない、名前出す意味もないぐらいの方だと思っているんですけどね、番組の中、これよく高い派のビラなんかにも書かれてます。大阪市から財源移転する2200円、これ全部地域外に使われてしまうと、これについての主張についてご意見ください。
院長、市長の橋本です。橋本市長。まあ、最近大阪都構想反対派の人たちはこの理屈をよく使われます。まあテレビ番組でもその人もあの人も現実の行政知らずにいろいろ言ってましたが、この財政調整についてはまず地方自治法において、まず法においてですね、まあ、府と特別区間の財源の均衡化を図るとともに、特別区の自主的な運営のため交付する旨の規定があります。法律上あります。府と特別区への財源配分にあたっては、まあ、それぞれの事務分担に応じたサービスができるよう配分割合を定めなければならないものです。また配分割合を府の条例で定めるにあたっては、特協議会の意見を聞いた上で定めなければならないことも規定しています。まあ、これ特協議会で決めることについて、最終的にこれでも都が決定権を持ってるんじゃないかと、最終的には都が決定権を持ってるということもよく批判に上がるんですが、これは特協議会の、まあ、作り方次第です。これは第三者委員会というものをきちっと置いて、そこの有識者、まあ、第三者で公平にジャッジができるその委員の意見を尊重するという仕組みをきちっと取れば問題はありません。協定書ではこうした自治法の規定の上に、さらに配分割合については特別区設置後3年間は毎年、まあ、その後はおおむね3年ごとにですね、特協議会で検証することを明記しています。まあ、併せて特協議会で特別区の意見が反映されるよう協議が整わない場合に備えて、これが今申し上げました第三者機関を設けることも明記をしています。さらに特協議会で財政調整財源が府への移管事務に応じて使われているか透明性を持って検証しやすいよう特別会計を設けて財政調整財源を管理していくことにしています。まあ、2200億円、まあ、これ府に取られるって言うんですけど、普通に考えればこれ府と言っても市民から選ばれた知事がいて、市民から選ばれた府議会議員がいるわけですから、何か北朝鮮とか中国に取られるわけではないのでね、市民にとっては同じ、自分たちのために仕事をやってくれる区長や府知事、府議会の方に仕事を任せるという意味ですから、取られるということには、まあ、当たりません。それからそうですね、でお金だけが取られるわけじゃなくて、まあ、仕事も一緒に行くわけですから、まあ、きちっと市民のための仕事をやってもらう、要は担当者が変わるというだけですね。ですからこれ取られるというのは市議会議員にとっては取られるんですよ。市議会議員が今まで口を出せた仕事について、これは府議会議員の、まあ、仕事になってしまうので、まあ、市議会議員から府議会議員の方に担当が変わる際に、まあ、担当を変えられた市議会議員としてはやっぱりそれは腹立たしいんでしょうね。でも市民から見たらですね、まあ、担当が変わっただけで別に市民にとっては何の不利益もない。またよく言われるのが、その議員の数の割合で大阪市内選出の議員が少ないと、過半数ないと。ですがこの2200億円が大阪府議会の担当になると大阪市民のために使われないということを言うんですけども、これはね、そんなことを言い出したら、じゃあ大阪府議会、大阪市内に全然お金使ってないんですかってことになりますよ。現実はみんな府議会はしっかり議論をして大阪全体のためになるように、現実の大阪府の予算も大阪市内に、まあ、人口割を超えたぐらいの予算の配分をしてるわけです。だから大阪市内の選出の議員が半分いないから大阪市民のためにならないなんて言ったら、今の大阪府議会、大阪府知事はですね、全然大阪市内に投資しないんですかということですよ。そんなことありません。大阪府議会議員も大阪府知事も大阪全体のことをしっかり見て、当然必要な投資、やっぱりこれは大都市においてはその大阪の中心部、大阪市内への投資というものを集中させてですね、大阪府の予算もしっかりそういう予算になってます。大阪市内選出の府議会議員が少なくてもしっかり大阪市内の投資に、大阪市内への投資はしっかり行っていると。で加えて特別会計というもので、この財源についてはしっかり管理をしてですね、で重要なことは特別会計で管理をして透明化をしてですね、もしとんでもない使い方をしたら、これは議員も知事もそれで選挙で責任を負わされるんですよ。だからこれはもう特別会計で管理をしてしまうとですね、普通に考えてみてください。それでむちゃくちゃな使い方をしたら選挙でそれは落とされますよ、その議員はね。でもう一つはその可能性ばっかりをこの反対派の人は言うんですけども、行政っていうものはルールに基づいてしっかりこれは運営されてるんでね、日本は法治国家ですから、ルールがきちんとあれば
いやそのルールが守られるかどうかそれがわからないなんてそんな恐れを言い出したらですね、もう今の行政だってもうはちゃめちゃになります。じゃあ今ルールが大阪市内大阪市政をやるのにルールいろいろありますけども、それじゃあ破る可能性があるなんていうことを今のこの大阪市役所の体制でも言えるわけで、現実の行政っていうのはいくら議員の皆さんが何かやろうといろんなことをやりたいと思ってもルールがこうです、今の行政のルールはこうですとなればそれに縛られているのがあの現実の政治行政ですからね。きちっと特別会計で管理をして、特別区設置後3年は毎年検証して、ちゃんと大阪市民のための仕事に使われているかどうかを検証する。でその後はおおむね3年ごとに、検証する。もうこういうルールをきちっと作る。そして、何か問題があれば特協議会で議論をして、そこで協議が整わない場合に備えてですね、第三者機関ということを、まあ、しっかり設けると。この第三者機関というものの意見を中立的な立場の第三者機関の意見を尊重しようということもルール化すれば、やっぱりそれを守っていくのが政治家でもあり、まあ、行政なわけですから、この2200億円が何か全然わけのわからないところに大阪市民の税金がどっかに奪われてしまってですね、大阪市民のためにならない使われ方をするなんていうのはもう現実の行政っていうものを完全に度外視して反対のためのとにかく、まあ、難癖というか可能性恐れを、まあ、言い募ってるだけだと思っています。川崎委員。はい、ありがとうございます。まあ、市長はですねまさに府知事としてそして市長として仕事をされた方ですから、両方のことがよく一番分かっている。で先ほどあのお答えの中にもあって府もですね別に市を全部くり抜いてお金を使っているわけじゃないと、いうこと実態としてありますし、一方で市もですね全部市民のため地域だけにお金を使っているわけじゃない、という現実があって、実はこれあの藤井さんと今名前言っていましたけど、あのテレビでこの教授がですねしれっと今2200億円は市内でしか使われてない、それが全体に行くのは流出だっていうことをね言ってるんですけど、これ市内でしか使われてないというのはもう明らかな嘘ですから、これをあのもし本当に知らないでそれ言ってるんだったらもう学者としてどうなのかなっていう、あまりにも不見識甚だしいですし、知ってて言うんだったらこれ本当に悪質なデマなので、これもですねただ市長があまりもう今名前を出されないということでもうその必要もないと思うんですけども、しっかりとしたこういったこれは全くのデマだということを私も訴えていきたいと思うんですが、ちょっと関連してですねその教授さんがですね先日のテレビ番組で一人暮らしをしたら5つ一人で今、家で住んでるけども、独立して5つに増えると、これ光熱費とかなんかお風呂が5つとか、要はコストが増えるみたいな、よくわかんないコス例え話してたんですけど、それについてご意見あれば教えてください。委員長、市長の仕事です。橋本市長。いや、本当にね、あれ、2200億円の話っていうのは、あれはひどい話ですよ。現実だって大阪市役所、今まで関西国際空港に450億円の出資をやったりね、阪神高速に1000億円を超える出資を市税でやってるわけですよ。大阪市民はでも府税も払ってるわけで、大阪府も同じように出資をしてる。だから大阪市民にとってはダブルで、まあ、負担をしてるようなこともありですね、何か大阪市民税がですね大阪市民のためだけに使われてるっていうことを前提としてること自体が全く現実のことを知らない学者なんだなというふうに思いました。でもっと言えば、じゃあ今までの歴代の大阪市議会議員が本当に大阪市民のためだけに税金を使ってきたのかですよ。で大阪市役所も本当に大阪市民のためだけに税金を使って無駄をやってこなかったのかといえばそんなことはない。だからこそ大阪都構想が必要だと言ってるのに、まあ、あの人は今の状態が何も問題がないと、今の状態がもうとにかく市民のためになるんだという前提で話していること自体が本当におかしいなと。であの人学者なのでね、やっぱり番組出るとみんな視聴者関心をしちゃうんですよね。で特別会計でねこの2200億円についても、特別会計で、管理をしますよと言ったら協定書、まあ学者らしくもう重箱の隅をついたような読み方をしてですね、いやいや2200億円のうち1100億円しか半分しか特別会計で管理をされないってことをパーンと平気で言うわけです。まあ、当然こちらで自治法のプロであるね佐々木教授がいやそんなことないですよと、全部管理されますよと。あれは特別会計で財政調整財源4000何百億がきっとこう管理をされるわけですよ。でそのうちの1100億分ぐらいが
財政調整交付金みたいな形でこう行くんですけどもね、2200億円財政調整交付金というよりも2200億円 の, その公益行政の仕事の分としては1100億円分ぐらいなんですけども、それはその1100億円の部分だけを捉えて、その半分しか特別会計で管理されてないって言うんですけど、これ1100億円その広域行政の仕事に充てるかどうかっていうのは全体の2200億円の仕事をしっかり精査した上でね、それでこの財政調整財源からいくら出すんだっていうことを確認しなきゃいけないので、結局現実の行政としてはどれだけ府に移管された大阪市から府に移管された広域行政の仕事っていうものがどれだけのものなのかっていうことは、これ絶対チェックしないとお金いくら出すのかっていうことがわからないわけです。だから確実にこの2200億円分の仕事については全体を、ある意味特別会計できちっと検証していくことになるのに、お金の部分だけを捉えてですね、いや1100億円じゃないかと、調整財源からの支出分は1100億円じゃないかと、だから1100億円分しか特別会計で管理されてないということを平気で番組で言ったらね、由々しき問題だなと思いますよ。でこの家の話もね、あれ前提として一つの家に5人の何かもの、5人が一つの家に暮らしてて、で今度特別区になると5つの家に分かれなきゃいけないから、コストがかかるなんていうことをそればっかり言ってましたけどもね、もう前提が違うわけです。だからもうあえて家の話に乗りますけどもね、乗っかりますけどもね、まず家の話言うんだったら、まず24人、まずこの24区ってものを前提にしなきゃいけないから、24人が一つの家に住んでるとしてですね、例え話をすれば、でそれは24人がみんな共同生活をしてるんじゃなくて、そこにものすごい浪費癖のある親が住んでるっていうことなんですよ。ここ抜かし合ってるんですよ、浪費癖のある親、まさに大阪市長ですよ、僕も含めてですけど、この浪費癖のある大阪市長がですね、でしかもこのお金がをこう稼いできたこの家庭も、あの人はもうむちゃくちゃなことをもう全然議論してなかったですけども、結局この税収ってものは市民の皆さんが一生懸命働いて稼いでくれたものですから、この区役所や市役所が稼いだものじゃないんですね。それがもうこの都構想議論でね、そもそも勘違いしたのは2200億円のお金が取られるといって、これ市民のお金なわけですから、これ整理すると24人の子供が住んでるとして、で浪費癖のその親がいてですね、この24人の、本当は区が稼いでるわけじゃないけれども、区を前提とすれば、市民は区民でもあるわけですから、24人のこの子どもたちが8500億円、もう多く取りますけれども、8500円のお金を一生懸命稼いできてるのに、集めてきてるのに、この浪費癖の親に全部取られちゃうわけですよ。で今、区が市からもらえる裁量経費というものが、裁量経費が大体70億か80億ぐらい、ですから、70円ぐらいのお小遣いをもらっている状態です。その24人の子どもたちが8500円稼いできて70円もらっているような状態で、この親がですね、本当にこの子どもたちのために一生懸命いろんなことやってくれたらいいけれども、ビル建てたりホテル建てたりもういろんなことやってきたわけですね。そしたら普通子どもはどう考えるかって言ったら、もうこんな親もう嫌だから独立しましょうよって普通なるじゃないですか。だからそこの前提がね、この浪費癖のある親がいるってことを完全に例え話はすっ飛ばしてしまっている。だから今回の大阪都構想っていうのは浪費癖のあるね、親、大阪市長、これをまず飛ばしてしまう。で、この子供たち24人が独立するに際して、24人がそれぞれ家を構えたら大変だから、5グループに分かれて、家を作っていくと、5グループに分かれてですね。で、その時に600億円、今の例え話でいくと600円のコストはかかりますけども、これは家を構える時の敷金、礼金とか保証金みたいなもんですよ、最初のね。で、それだけの、ある意味最初の費用を出したとしても、浪費癖のある親から離れて独立して、自分たちで自立の道を歩むかどうか、この選択なわけですよ。だからそれを5人の、今住んでるものが5つに分かれるとコストが増えるっていうのは、自立をしていく、それから浪費癖のあるこの親を、もう外してしまう、そういうことのメリットというか、そういうことのね、大阪都構想の本質っていうものを全く
消費者に伝えることなくね、コストがかかる、コストがかかるっていうのはとんでもないなと思います。まあこれ例え話もうちょっとやらさせてもらうと、この子どもたちは24人の子どもたちは5つのグループにまとまって自立の道を歩んだ。しっかりと自分たちの人生に合わせたお金の使い方をしていこうという道を歩む。で、最初には敷金礼金でちょっとお金がかかるかもわからないけども、トータルの収支としては17年で2600億円、まあ、億を外すとトータルで2600円はトータルでしっかりとその財源が確保はできる。まあ、最初の敷金礼金で、600円程度使ったとしてもやっぱり自立の道を歩むべきなんでしょうね。でその際に独立する際にこの5つのグループの子どもたちが自分たちではやっぱり手に負えない仕事、これが2200億円、まあ、2200円分の仕事、これをまあおじいちゃんの方にちょっと任せたということです。でこのおじいちゃんもね、大阪府ですけども、大阪府っていうところもそんな大して立派なおじいちゃんじゃないけれども、まあ、とりあえず子どもたちが自立する道をまず歩ませてですね、それをまず出発させて、ろくでもないこの親、まあ、大阪市長、これをまず外して、次はおじいちゃんの方に2200円分の仕事は委ねるけれども、おじいちゃんにもやっぱりこうしっかりしてもらわなきゃいけないということでね、一からこのおじいちゃん、これ研修やってですね、家計簿の付け方とかそういうのをもう一回教え込んでですね、しっかりやらせるというのが全体のこの大阪都構想の話であって、5人がバラバラになってコストがかかる、本当に情けないなと思いますね。で今度一部事務組合の話をして、こんな一部事務組合ができる、この24人の子どもがみんな独立するときに5つのグループに分かれて家を建てたときに、ちょっとそれまでキャンプ用品とかひな祭りのひな壇とか何か端午 の節句 の子供の日のその兜とかみんなで使ってたものをどっかに保管しようということで、ちょっと物置みたいなものを作ったと。でこの物置が一部事務組合なのにそこだけ取り上げてね、こんな一部事務組合作ることだったら今の大阪市のままの方がいいじゃないかと。もう本当に情けないですね。まずやっぱり独立の道を歩んでいく、それぞれの各区が自分たちのその地域の実情に合わせたね、お金の使い方をやっていく。今までの浪費癖のね、大阪市というお父さんをもう外してしまうということが最大のメリットであるということを、あの例え話で本当はしっかり伝えなきゃいけない。その前提が全部抜けた例え話っていうのは本当にひどい例え話だなというのは思いましたね。川崎委員、その600円に例えて、それが、まあ、いわゆる対策費だ、今までの無駄をもうこれから絶対起こさないようにしよう、そういうふうな対策費だというところ、まあ、それ前提は、まあ、多分反対派はですね、まあ、知ってか知らずか今までやってきたことが大して無駄じゃないみたいな感覚だと思うんですね。で、まあ、市民の皆さんも、そういったところで、まだまだその二重行政とかですね、無駄って言葉は分かっていても、じゃあ実際多く一本にしてもですよ、あれだけの、650億円の損失があったとかですね。でこれまた反対派は、いやいやこれ政策の失敗なんだって言うんですけど、それはね、確かにそういう側面もあるかもしれないですよ。さっき大阪市民は大阪府民でダブルカウントっていう話ありました、言っていただいて、僕も説明するときにグラフを使って説明するんですけど、これも東京の今市民は3倍の1人当たり負債ありますけどね、東京は首都だから儲かってるからとかじゃなくて、あれ中の比率がすごくいびつなんですよね。もう市長に僕が言うことじゃないですけど、そういうまあさっきの全体最適の話に戻りますけども、それが構造的に測られない、それに対してもうあれだけの無駄があったっていうことをですね、やっぱりしっかり、僕も市民の皆さんにはもっともっと理解をしてもらってですね、だから、都構想、という仕組みが必要なんだということを訴えていこうと思っております。まだまだちょっと多岐にわたりますので、少しスピードアップしますけど、今度特別区になると自主財源がですね、4分の1になるから、これ住民サービス下がりますっていう、これ代表質問でもありましたけど、この点についても市長お答えいただけますでしょうか。橋本市長、これも自主財源という概念を使って4分の1というものを打ち出すためのね、本当にひどい主張だなと思ってますね。この概念はどうであれ、特別区が使えるお金がどれぐらいあるのかということを議論しなきゃ いけないのにですね、勝手に自主財源という概念を勝手に持ち出して、そこが4分の1になっている、そういう議論の仕方は非常にずるいと思いますね。移管したその税はですね、府税として、一旦徴収されますが、そもそもは特別区の財源であると。
府はこの財源をもとに特別区が等しく行政サービスを提供することができるよう財政調整交付金を交付することを協定書に明記しており、これは地方自治法でも保障されているものであります。なお財政調整交付金の配分割合についても特別区が入った大阪府特別区協議会の意見を聞いた上で府の条例に規定することが地方自治法に規定されており、それが適正なのかの検証を行っていくことも協定書に明記しています。この財政調整交付金は特別区が自由に使える財源であり、区長府議会の判断により自主的な財政運営を行える仕組みとなっています。ですからこの財政調整交付金も含めて、いわゆる固有財源というもので、自主財源という定義を使うのか固有財源という定義を使うのか、もうこれは概念の話なのでね、自主財源と言われるのは確かに4分の1かもわからないけれども、その特別区がきちっと自分たちで判断して使えるその財源を固有財源というのであれば、財政調整交付金も固有財源ですよ。全国の自治体、どの自治体見ても自分たちの権限で、得られるそのいわゆる自主財源と、それから財政調整制度に基づいて交付される、これは地方交付税が代表的なものですけども、それを合わせて各自治体は運営されているわけで、これはもうトータルの額で、自分たちが使える額がどれだけあるんだということを議論しなければいけない中で、自主財源という定義だけで、4分の1と、何かいかにも使えるお金が減ってしまうような錯覚を与えるようなそういう主張は、僕はそれは虚偽だと思っています。川崎議員。はい、私も全く同感です。おっしゃる通りだと思います。ですね、こういったいろんな批判あるんですよ。そもそもとんでもない、これ区役所がなくなって不便になるとかですね、これ都構想をやると税金上がるとかね、僕これ実際何人かに聞かれたり、こんなこと言ってたよっていうふうに言われたことがあります。これね、もう明らかな事実誤認とかデマ、今流布され始めてるんですけども、これ大阪市長とかも執行機関の長としてですね、何かこういったものに対しての対策ということがあれば、お考えあればお答えいただきたいんですけど。橋本市長。これは住民投票に向けた住民説明会の中でしっかり説明していくしかないのかなというふうに思ってます。区役所がなくなることはありません。これは24の今の現在の区役所はきちっと残すということもはっきりしていますし、また増税とか、僕自身もいろんな説明会、今タウンミーティングやってますけども、水道料金が上がるとか、こういう話がもういっぱいこう出回ってますのでね、大阪都構想によって増税することもなければ水道料金も上がることもありません。むしろ経営の合理化を図って水道料金は、この10月から下がるわけですから、基本料金は大阪都構想によって、市民の皆さんがそのことによって何か負担が増すということは、一切ないと。区役所がなくなることもない、こういうことはしっかりも説明していくしかないかと思っています。川崎議員。はい、またその候補の件については後ほど、またいくつかお尋ねをしていきます。僕も都構想をやると地下鉄の料金上がるって昨日言われました。いやもう今下がってるの知ってますって言ったら、とか言って言われましたけどね。本当に、ただそういったことを漠然とした不安というのをですね、これからしっかりと説明していかなければいけないという思いではございます。あともうすいません、いくつか特別区ごとのですね、これ税収の格差が生じて、住民サービスもこの区ごとに差ができるんじゃないかって、こういう批判もですね、よく聞いたり見にしたりするんですけども、その点についての反論というか説明をお願いしたいと思います。橋本市長。特別区は児童相談所や教職員人事権などの中核市以上のサービスを担うとともに、現在の大阪市のサービス水準を確実に引き継ぐことを協定書で示しています。またこうしたサービスが行われるよう財政調整制度を設けており、職員体制についても特別区の事務を遂行できる職員数を確保することとしています。特別区になれば、高専の区長と議会のもと、福祉保健などの住民に身近なサービスを地域住民の声やニーズを区長自らが把握し、各特別区の地域の実情に応じた施策を展開できると考えています。これ格差と見るのか特色と見るのか、もう評価のそこは仕方の違いであって、特色というものは差でもありますのでね、もうそこはある意味評価なのかと。ただ言えることは、今の現状の住民サービスの水準、
まあ、要は医療福祉教育に充てられているその財源、これはきちっと特別区が確保できるわけですから、サービス内容についてはそれぞれの地域の実情に応じてサービス内容は変わっていく場合もあるけれども、でもそれは結局住民の皆さんが選んだ結果なわけですから、それは格差とは言いません。住民ニーズに合った特色だと。格差というものは不本意にその差が生じてしまうことであって、今回のこの特別区による住民サービスのその差といいますか特色というものは住民自らが選択をした結果ですから、これは格差というそもそも言葉には当たらない。住民の皆さんが選んだことによる結果、住民の皆さんが選んだことによる特色だというように評価するのが通常だと思います。川崎委員。はい、これ特別区に再編するとですね、役所と住民の距離が近くなるということで、質が上がるとかですね、東京23区引き合いに出してもそうですけど、それぞれの区が切磋琢磨をして、行政サービスの質が上がるという、効果ももちろん、あると思うので、さっき住民サービス下がる話なんですが、これ協定書にも明記、されておりますので、僕からもこれ住民サービス下がるというのは完全にデマですよと。協定書にちゃんと、財政調整制度に必要な財源が確保される制度設計となっていることと、明記しておりますということを、確認をさせていただきます。あとですね、これ地名とか町名の話、これについてもお尋ねをしておこうと思います。ちょっと正確な記憶ないんですけど、確か山中先生がですね、どこかの委員会の場で地名とか、町名を全部決めてから住民投票にかけろと言ったようなご意見もありましたけども、これ今ですね、この行政区の名前がもうすでに一律で決まっているとかですね、逆に一方なんていうの、白紙委任で自由に決められちゃうとか、いろんな、要はこれ地名町名どうなんのっていう意見を住民の方からも聞くんですけども、そのあたりについて市長からご説明いただければと思います。橋本市長。町名については協定書において地域の歴史文化などを考慮し、特別区の設置の日までの間に住民の意見を踏まえて市長が定めるとされています。現在の行政区名は地域の歴史や文化を踏まえ長年使用されてきたものであり、住民にとって愛着があると思われるので、まずは原則現在の町名の前に行政区名を追加した町名の素案をお示しし、平成27年8月頃からアンケートなどによって住民の皆さんのご意見を募集します。これを踏まえ区長マネジメントのもと、例えば区政会議など行政区ごとの取り組みを通じて広く住民の皆さんのご意見をお聞きし、最終的に平成28年8月頃を目途に町名を決定公表します。その後住民の皆さんへの周知等を行いながら、特別区の設置の日の平成29年4月1日に特別区長の職務代行者である大阪市長が新しい町名を専決処分及び告示する予定です。住民の皆さんの意見を聞いてしっかりと町名を決めていきたいと思いますけれども、現在の町名、これはその現在の町名の前に今の行政区名を追加しますけれども、そういう形で現在のその地域の名称はしっかりとまず残していくことを原則として、その上で地域の皆さんのご意見も聞きながらですね、最終決定をしていきたいと思っています。川崎委員。わかりました。ですね、次はですね、ここをよく聞かれるところでもあるんですが、効果学の点についてですね、少しお話をしたいと思います。反対派の方がゼロとか1億円とか、もうその時点でバラバラだったりもするんですけども、要はその僕らというか維新の会の説明と反対派の説明で、この効果学に著しい差が出てきていてですね、市民の皆さんもどっちが本間なんていうことだと思うんです。この効果学の考え方とかですね、大きく、その違いが生じる理由っていうのが、これ評価の問題なのでもちろん変わってくるんですよ。なぜこう変わるのかという部分をですね、市長にご説明いただければと思います。橋本市長。まず効果学の中に何を含めるかっていうところでもう錯綜しているところありますね。大阪都構想の効果学は反対派の人たちは行政改革効果だけを見ている、
ところがあると思いますけれども、本来大阪都構想の効果というのは行政改革の効果だけではなくて、今あるその施設の統廃合とかそういうことで生み出される行政改革の効果だけではなくて、大阪全体の意思決定をまあ円滑に一元化をして、まさに大阪全体の政策を最適化するということによって大阪全体を成長させるという効果もあるわけです。でこちらの効果はもうこれは計り知れないものになると思っています。大阪府と大阪市が一体となって大阪全体の成長戦略をしっかりと打ち出して、その戦略のもとにしっかりと大阪全体で執行していくということをやる効果は、まあ、計り知れないものになると思っています。まあ、いろんな諸要素があるにしても、現在観光戦略や都市魅力創造戦略などですね、大阪府と大阪市が一体化することによって、現に外国人観光客も著しい増加になっていると。まあ、これも別に大阪府大阪市の政策だけが要因になったわけではないんでしょうけれども、それでもこれまでのように大阪府大阪市がバラバラに政策を決定して遂行していく、そういう体制よりもですね、大阪全体が一つにまとまっている効果もかなりあるんではないかと思っていますから、行政改革効果だけではなくて大阪全体の政策の最適化、そして一体的なその実行による効果、これはもう計り知れないものになると思っています。またですね、大阪都構想の効果としては、先ほども申し上げましたけれども、まあ今24区がですね、まあ、とんでもない浪費癖のある お父さんの下で、お父さんの言うことばっかり聞かされているような状況、お金を全部巻き上げられてですね、もうビビたるお小遣いしかもらえない、そんなそれぞれの24区がこのとんでもない お父さんの元を離れてですね、自分たちで自立をしていくと。しかもこの24人が、まあ、それぞれ1人ずつ自立すると大変ですから、5つのグループに分かれて自立をしていくと、まあ、こちらの効果も金額的なそのいわゆる効果というものではなくてですね、それぞれの地域の実情に合わせた政策決定ができるという効果で、これも計り知れないものがあります。でさらに、まあ、これまでの税のその無駄遣い、まあ、この浪費癖のあるお父さん、大阪市長というお父さんがいなくなりですね、これはこれから新たに生み出される効果というよりも、今までのそのような浪費癖、まあ、無駄な税金の使い方を止めるという効果、これも多大なものがあると。ですからこういうものを全部入れて大阪都構想の効果だと言えるところをですね、大阪都構想に反対している人たちはその極めて狭い範囲、行政改革効果の部分だけを取り上げて、その議論に非常に矮小化していると。でさらにその行政改革効果も別に今のまんまでも行政改革できるじゃないかとこういうことが前提になっています。反対派の人たちは、じゃあ今のままで本当に行政改革が進むんですかといえば、今の市議会見てもご覧の通り、市議会では改革については軒並み反対、否決ということになっているわけですから、今のままで本当にこの改革の効果が生じるというんであればですね、ぜひ議会の方では賛成してもらいたいなと思っています。だいたいこの大阪都構想が実現すれば、区議会議員の報酬は現在の市議会議員の3割カットになるわけですから、それだけで1億円超えるんじゃないですか。まあ、この1億円というのは1年なのかどれぐらいの期間なのか分かりませんけども、それだけでもすぐさま最低でもこの1億以上の効果が出ると、議員の報酬がカットになってですね、まあ、その他地下鉄の民営化並びにゴミ収集事業の民営化含めて、今改革がなかなか進まないこの状況を、やはり一から本当に区民のためになる区議会を作りながら改革を進めていくということで、この行政改革というものも都構想をやらなければ僕は進まないと思ってますし、二重行政の解消についてもですね、今のままでもまた大阪府と大阪市で会議をすれば二重行政がなくなるんだということを反対派は前提としていますけれども、そんなことありません。もう今まで散々会議はやり尽くして、それでもダメだったものをやっぱり解消できなかったものが二重行政であり、東京はもう72年前に東京府と東京市の二重行政を解消して、それ以来1943年から今に至る72年間の間でですね、二重行政ということはもう完全に消えています。にもかかわらず反対派の人たちは、都構想反対派の人たちは今のままでも二重行政は解消できると、まあ、そういうところで
この差になってるんではないかと。今のまんまでも改革の効果、二重行政の解消ができるから都構想の効果はゼロとか1億円と、まあ、言うんですけども、まあ、今のままで改革も進んでいない、で二重行政もこれまで全く進まなかった、まあ、そういう現状を反対派の人たちはどう見てるのかなというふうに極めて疑問です。川崎委員、はい、この効果額の話はまずはその、まあ、行革で生まれる協議のですね、財政効果から言及のありましたその経済波及効果的なもの、まあ、いろいろでその財政効果と言われるところにもですね、数値化できない部分というのがたくさんあるんですけど、まあ、僕極論するとですね、これあの1円でも効果があるんだったらこれやるべきだというお金の話で言えばですね、まあ、いうところもあるんですが、ただ市長おっしゃる通り僕らの思想というのは結局この数字、まあ、その数字の評価とか、その計算の前提とかいろいろあるんでしょうけども、都構想をやらなきゃもうできません、相手方都構想をやらなくても改革効果というのはあるんだから、もうその違いで比べてくださいということを、私も、説明をしているところです。あとですね、ちょっとまた話を変えて大阪都の名称についてなんですけども、これ反対派先日報道でもありましたけど、大阪市廃止分割構想とネーミングして、これ各報道機関に都構想という言葉を使うなと申し入れをされているらしいんですけど、使われてますけども、今これについて市長にご意見あれば教えてください。委員長、橋本市長。これは大都市法の10条で特別区が設置されれば都とみなすと、みなすというふうになっているわけですから、都とみなすと、ですから都構想で何も問題ないと思いますけどもね。はい、川崎委員。はい、私も思うんですが、これ住民投票でですね、5月17日に行われれば、まあ、住民投票が行われれば、その時に、これも、反対派が都という名称が住民投票で賛成もらったとしても、大阪府が大阪都という自治体に名前が変わるわけではないということを、まあ、論拠にしているのかなとも思うんですが、先日の府議会で松井知事答弁されておりますが、この大阪都への名称変更の手続きについて、ご所見をいただければと思います。橋本市長。新たな大都市制度を実現し、東西2極の一極を担う大阪、まあ、世界の都市間競争に打ち勝つ強い大阪を名実ともに作り上げるには、まあ、府の名称を都に変更することが重要だと考えています。まあ、その方法は地域特別法の、まあ、制定、特別法の制定ですね、それと一般法の地方自治法の改正、また一般法である大都市法の改正の3つがあります。5月に行われるであろうこの大阪都構想の是非を問う、まあ、住民投票でですね、住民投票でこの大阪都構想賛成となれば、これは政治家としてしっかりと国に働きかけて、この大阪都という名称、実際にはもう都とみなされるんですけども、役所のその仕組み、この役所の行政の世界ではもう都とみなされるんですが、まあ、対外的なその名称も、まあ、都にするためにですね、しっかりと政治的な働きかけをしていきたいと思っております。またこの名称変更に、また大阪府民のですね、住民投票が必要だということがメディアなんかでも当然視されていますけれども、まあ、一般法の改正でいく場合にはこの住民投票にはなりません。特別法ということになれば、まあ、住民投票になるんですけれども、まあ、ここはいろいろ法律の改正の仕方考えなければいけないところがあると思います。まあ、状況に応じて、府民の皆様の意思をこの政治的にですね、まあ、国会の方にも届ける必要があるのなら、これは知事に、まあ、お願いすることにもなりますけれども、まあ、大阪府知事という立場で、大阪府民を代表する大阪府知事という立場で、まあ、国への働きかけということもしてもらわなければいけませんし、まあ、これは維新の党という政党でしっかりと働きかけを、まあ、してい、きたいとも思っていますし、まあ、ちょうど僕と松井知事の任期が今年の11月ですか12月ですか、まあ、そこで任期が切れます。まあ、その時に僕と知事が立候補するかどうかというのはまたいろいろ考えなければいけませんけれども、もし仮に2人がもう一度立候補するということになれば、このダブル選挙、まあ、知事市長選のダブル選挙に合わせた、まあ、この知事選でですね、府民対象の住民投票をやっていくということも考えていきたいと思います。まあ、それが一番経費的にはある意味
経費を節約できるような形にもなるので、そういうことも考えていきたいと思っています。川崎議員、はい、あの技術的には、まあ、法律だけで法改正だけでいけるか、住民投票、これ憲法95条の特別法の制定根拠にされていると思うんですけども、住民投票までやるかという、まあ、大きく2種類があって、という話だと、まあ、個人的にはですね、これ、住民投票、5月の住民投票で丸が出たときに、その賛成派の中でどれだけその都という名称に反対する人がいるのかなというのは、まあ、個人的には思います。僕は住民投票までは、必要なのかなというふうに今は思いますけど、まあ、これはしっかりと議論というか、検討していくことなのかなと思っております。残された時間も少しになってきました。今度はですね、市民に対する説明責任というテーマで、2、3お伺いします。住民説明会ですね、これから開いていくということは市長も、いろんなところで、発言をされておりますが、今高井派の皆さん、この住民説明会に参加しないと、表明されて、ております。その点についてのご見解を教えてください。委員長、橋本市長。これも全く理解不能です。これだけ重要な住民投票で、大阪都構想に政治家として、維新の会以外の会派の皆さんは政治家として大阪都構想反対しているのであれば、住民の皆さんにきちっとそれを示すべきだと思ってます。それも一方的に、自分の意見だけを述べるのではなくて、これ住民投票で、住民投票を謙虚にやっぱり受け止めるというのが政治家の姿勢だと思いますのでね、しっかり賛成反対の意見をぶつけ合って、その状況を有権者の皆さんに見せるというのは政治家としての最低の僕は義務だと思ってるんですが、まあ、いろんな理由をつけられて、この住民説明会で僕自身と討論をするということはやめようと、どうも維新の会以外の会派の皆さんはそのような判断をしたみたいですけども、まあ、僕が議論をすり替えるとか一方的な主張を、ね、述べるだけだとか、まあ、いろんなことを理由にされますけども、そういう姿も見てもらって住民の皆さんに判断してもらえればいいわけですから、そもそもこの住民説明会は法律上は市長だけの説明会でよかったところですね、それじゃあやっぱり賛成反対の意見がきちっと住民の皆さんに伝わらないだろうということで、まあ、あえて反対派の人たちにも来てもらってですね、で時間配分もきちっと50-50になるように、公平になるように時間配分もきちっとやってですね、それから議論も一方的にならないように、まあ、主張と相手方への問題の指摘と、まあ、それに対する反論と再反論と最後結合という形での通常のディベートの普通の原理原則、もう誰もがディベートをやるとき の、 適用するそのルールでですね、進めようと思っていたところですね、維新の会以外の各会派の皆さんはもうそれはしないということになったようです。非常に残念ですし、政治家たる者は自分で勝手にこの仕事をやってるわけではなくて、住民の皆さんに選んでもらったというところでの仕事ですから、まあ、原点に帰ってもらってですね、これだけ重要な住民投票であるわけですから、住民の皆さんの前で、まあ、賛成反対の意見をそれぞれ述べ合うということにぜひこれは協力をしてもらうといいますか、義務としてですね、参加をしてもらいたいと思っています。川崎委員。はい、私も冒頭にも述べましたが、この委員会ですらですね、市長に出席要請かけてるのはあと20分だけなんです。で、これ公平な失礼で、討論をするという思いはもちろん分かります。そうあるべきだと思うんですけど、これ高い派が参加しないというのは、失礼でこうしてああしてこれは公平じゃないからダメだという議論があってですよ、まとまらないというのは100歩譲ってそれはありなんですけども、これ門前払いで参加しないという状況ですから、それはいかがなものかと思います。で、先日のテレビ番組、テレビ大阪さんでしたかね、あそこでも結局呼びかけても高い派が来ないとかですね、もうこれ議論をもう逃げてるとしか僕には思えないですし、いつぞやの新聞記事でちょっと見ましたけど、どっかの市長さんか東京の特別区長さんがですね、議会人として議論をしないっていうのはやめた方がいいんじゃないの、議員を、税金で飯食っているそんな身分が議論を放棄するなんてことは由々しき問題だみたいなことをですね、言われておりました。全く私も同感でございます。関連してですね、広報についてもこれ法定教代理でいろいろ果実ありましたけども、市長今広報について賛成反対の意見を載せるというふうに、おっしゃっております。この点についてご説明いただけますでしょうか。橋本市長。法定教代理はですね、どうも協議会委員のいろんな議論の結果、公平性が保てないというような判断のもとでですね、
法定供頼りが発行中止になったということを聞きました。まあ、それを受けて、きちっと公平なルールの下で、賛成反対の意見をしっかり載せるという必要があると思いまして、先週金曜日に各会派にご連絡をさせてもらいました。ルールをきちっと事前に明示をしています。主張と、こちらの自分たちの主張大体いくつぐらいで、一つについて大体これぐらいの分量でということを示して、でそれを今週の末ぐらいまでにまず主張を出してもらう。でそれに対しての反論文書を次の1週間で出してもらう。要は主張だけをですね、言いっぱなしの主張だけを住民の皆さんに提供したところで、住民の皆さんは何も判断できないわけですね。ですからこの情報の提供の仕方っていうのは、住民の皆さんがきちっと判断できるような情報提供しなきゃいけない。これはもう新聞メディアもみんなそういうことを言うわけですよ。そのための報道の、編集の自由だってことを言うのに、まあ、ちょっとこの法定供頼りが発行できないっていうことになったら、感情的にヒステリックにメディアがなってですね、大阪維新の会がどうも反対意見を封殺したなんていうことを言ってますけども、こんなの言いっぱなしの意見が住民の皆さんに言ったところで、住民はの皆さん判断しようがないわけですから、ちゃんと主張と反応をかみ合わせたような形にして、まあ、主張の整理をやってジャッジを受けるなんていうのは、これも司法の世界では当たり前なんですけどもね、主張の整理をやるっていうのは。ところがこのどうも政治の場では、市議会の場では、その主張の整理っていう概念がないのか、書いたものをそのまま出せと、ちょっと信じられないなという思いがあります。ですからきちんと主張の整理をする。ただそれが僕の恣意的なその整理になってはいけないので、事前にきちっとルールを決めて、僕の恣意性が入らないような形で公平な主張の整理をする。もう一度言いますけども、主張とそれから反論、これをきちっと対比したような構成にしてですね、まあ、法定協議会代理は発行中止になりましたから、今度は住民投票に向けたこの協定書の中身を説明する、まあ、パンフレットの後ろにでもですね、きちっとこういう形で賛成反対の主張と反論を対比したような形で、全国配布していきたいと思います。まあ、これは住民の皆さんに対する判断材料なので、あとはもう反論やそういうものがなければないで、そのままあるところだけ載せて、全国配布すればいいのかなと思ってますので、まあ、各会派の皆さんはきちっと、まあ、ここで主張と反論という、まあ、その作業をやっていただきたいと思っています。川崎委員、はい、より、身のある判断材料を、まあ、材料を提供していくという、さっきの候補者のこともそうですし、討論会のこともそうですけれども、もうできる限りですね、これは私も、努力していきたいと思っております。でこの、まあ、説明責任とか、まあ、いろいろ言われますで、ここに来てですね、まあまあ市民の皆さんの関心 もうすごく高まっていると私肌で感じるんですけど、一方で、まあ、もう本当に素朴にですね、もう何ていうんですか、もう都構想で結局良くなるのとか、そのなんか新しいものに対する漠然とした不安みたいなものですね、もう本当にその専門的な用語を全く抜きで、入り口のところで、戸惑っている方っていうのも、まあまあまだいらっしゃるのかなと思いますので、そういった方たちに対して市長が何かメッセージがあれば教えていただきたいんですけども。委員長、市長の橋本です。橋本市長。まあ、何事も新しいことをやろうと思えば、まあ、お手本がないことを自ら切り開いて一歩踏み出そうと思います。それは不安に駆られるのはもう当然だと思いますけれどもね。ただ大阪都構想で、まあ、よく反対派の方が言ってるようにですね、何か税金が上がるとか、その水道料金が上がるとか、自分たちの税金がどこかに消えていくとか、そういう、まあ、反対派が言ってるような市民の皆さんに不利益になるようなことはありませんよと、安心してくださいということはしっかり伝えていきたいなと思っています。まあ、ただもちろん新しいことをやるわけですから、やった時にさまざまな、これは今の大阪市政でもいろんな問題というものは日々出てくるわけですね。ですから大阪都構想についてもですね、当然この移行時期とかそういう時に、まあ、いろいろな課題とかそういうものが出てくるかも分かりませんけれども、まあ、それは力を合わせていくらでもこの修正していけると言いますかね、作り直していく、まあ、みんなでね、いいものに作っていきましょうよというようなことを、ちょっと住民の皆さんに、こう安心のメッセージというものも出していかなきゃいけないのかなと思っています。これをやることによっていきなりこの暗黒の世界になるとかですね、これをやることによってそれこそ毒まんじゅうを食らわされるようなことになるとかですね、そんなことはもうありえないので、まあ
役所の仕組みを作り変えるということですから、今でもいろんな課題がある、今の方が山ほど課題がある、それでも大阪市役所、大阪市の職員、まあ、大阪市議会議員もみんなでいろいろ議論 しながらですね、いいようにいいように改善改革をやってきてるわけですから、大阪都構想をやったとしても、まあ、課題が出てきたり問題が出てきたりしてもですね、みんなで力を合わせてよりいいものに直していけばいいと、その直し方がですね、今の大阪市役所の体制よりももっと住民の皆さんの声を聞きながらより改善ができる、そういう仕組みになるわけですから、まあ、いろんな将来に対する不安とか見えないものに対する不安というものはあるのかも分かりませんけども、やっぱりまずその一歩踏み出してですね、まあ、みんなで力を合わせてよりいいものを作っていきましょうということを住民の皆さんに伝えたいと思っています。ありがとうございました。以上、川崎委員。はい、ありがとうございました。最後にですね、高井派からいろいろ言われております、まあ、都構想に対する対案というテーマで、市長のご見解を、伺いたいと思います。まあ、都構想、まあ、大都市制度の問題意識としてですね、広域機能を一元化する、で住民自治を、充実させる、まあ、この2本立て両輪でありますけど、まずその広域一元化の部分ですね、先ほども少し触れられておりましたけど、自民党さん出しているこの大阪会議で、新聞報道によると公明党さんはですね、自治法改正 の例の調整会議をこれを対案とすると、見出しまでついておりましたけども、この点についての、ご所見を教えてください。橋本市長。まあ、大阪会議は僕はもう今の法律上これは違法になると僕は法律家として思っています。まあ、挙げればきりないんですけども、まず大阪府、大阪市、堺市まで、これ入るということになってますし、メンバーの構成も市長と知事とまた議員と、これが強制的に、今議員が入ってくるような構成になっているわけですね。でその数もですね、市長、知事がそれぞれ、まあ、それぞれといいますか、大阪市長、堺市長、大阪府知事3名に、議員の方はそれぞれの市議会の方で、市議会、議会で27で、これで多数決をやるということになると、これ一体市長、知事はこれ一票だけなんですかっていう、もう根本的なこれ欠陥の大阪会議なんていうのは根本的な欠陥の制度ですね。こんなの絶対通らないと思いますね。で考えてみればそうですけど、じゃあ大阪府議会と大阪市議会の多数決によって堺市の問題がこれ決定されるのかとかですね、もう全くこれ練られてもいない、どうしようもない大阪会議なんていうのは制度だと思いますね。もう大阪都構想がとんでもない毒まんじゅうって言うんだったら、大阪会議なんて毒まんじゅうどころかね、もう表現のしようがないぐらいのろくでもない僕は制度だと思います。何にも練られていませんから。しかもここで決定したことが市長知事の提案権を拘束するのかどうなのか、ここも全く考慮、法律的なリーガルな議論も積まれていない、まあ、この大阪会議なんていうのはもう全くこれはもう成立しない制度です。まあ、元々の根本思想がみんなで協議をして解決をすればいいということ自体がもう無理な話なんですけども、制度自体、欠陥だらけの、まあ、違法な制度だと思っています。で一方自治法改正の調整会議というのは自治法に今般定められましたけれども、この背景はです、まあ、これもこれができたんだからすごい二重行政解消のメリットになるっていう人もいるんですけど、これは大違いで、なぜこの自治法改正に至ったかというと、大阪において特に大阪市において、まあ、大阪市と大阪府においてですね、まあ、この二重行政解消、また大都市の政令市の中の住民自治の拡充ということについて、さまざまな改革の取り組みをやった、それをですね制度化したものがこの自治法改正で、まあ、調整会議というのは府市統合本部を単に法制度化しただけですから、もう大阪ではもうすでに自治法改正と同じような仕組みやってるわけですね。でこの調整会議でじゃあ解決ができるのかといえば、これは解決できません。府議会市議会が、まあ、いてですね、結局のところ調整会議で、まあ、特に府市統合本部で決まったその案がですね、府議会市議会でこれ否決になってるわけですね。ですから一本化した上でこれはきちっと都議会で一つの意思決定で決定してもらわなければいけない。住吉の母子共同医療センターとか環境科学研究所、公衆衛生研究所の統合問題というのは府議会ではこれ賛成になってるんじゃないですかね。ですけど市議会ではまあ反対になっていると。
調整会議ではもう大阪においてはこれは無理です。他の政令市はね、もしかするとうまくいく場合があるかも分かりません。これは都道府県と政令市の役割が歴史的な経緯で役割分担ができているところとかそういうところはうまくいくのかも分かりませんが、こと大阪においては自治法改正の調整会議では解決できません。で、何よりも最後決定がないわけです。で、総務大臣の勧告があるということをある学者はしきりに言ってましたけども、これも現実を知らないと。もうこれは行政を知ってるそのコメンテーターの人が反論してましたけども、総務大臣が全部大阪府と大阪市のいろんな二次行政の問題を全部総務大臣が把握してそこで、勧告を出してくること自体もまずないでしょうし、で最後勧告を出すだけで決定はないですから、最後それ大阪府大阪市が従うなんていう保証は何もありませんのでね、自治法改正の調整会議でもこれは大阪においての二重行政は全く解決できないと思っています。以上。川崎議員。はい、そうですね、まあ、この都構想はですね、100点を目指して、まあ、確かに完璧な制度じゃないという側面があって、まあ、これが70点とか80点とかそういう評価にあるのかもしれないですけど、この調整会議とかですね、まあ、その100分率で言ったら1点とか2点とかもそれぐらいの感覚なんです。で、結局この大きな組織、大きな権限があって、これ利益が相反する場合というのは物事が決まらないというのが今までの、構造的な歴史だったから、話し合いの場を持ってば解決するとかですね、総務大臣が勧告すればいいんじゃないかとかですね、本当に番組でも2秒で論破されてましたけど、決まれへんねんと、肝心なことは決まれへんねんっていうところがやっぱりミソだと思います。で、この自民党さんの大阪会議、いろいろご指摘もあって、私も全く同感なんですけども、これ、この議会、今、継続審議になってますけど、決まんなかったら、これ、廃案になるんじゃないですか。でも、対案なんでしょ、これ。まとめてくださいよ、対案とか言うんだったら。で、公明党さんもこれ、新聞記事で対案って出て、僕、大都市税財政で議論申し込んだんです。対案だったら、僕らと構想で、それ調整会議とか、まあ、これから触れます総合区でね、印鑑討論やりましょうよというふうに言ったら、これは対案じゃないという答えが返ってきたそうですよ。どうなんですかね、これ欠陥商品とか毒まんじゅうとかって言ってるわけでしょ。で、住民投票は5月にやるっていうんだったら、その時に選ぶ材料を示さないでいつ出すんですかねっていうのをちょっと声を大にして言っておきたいと思います。これ今議会で、大阪会議はまとまらなければ廃案ということになるので、もう対案とかいう言葉を使わないでほしいですね。惑わさないでほしい。ないならない、できなかったらできませんでしたって謝ってください。で、これ総合区の話も、伺うんですけども、これ自民党さんは、10前から24区を総合区にする、今の行政この24区でやると。で、公明党さん、これも新聞記事からですけど、ブロック化すると、総合区をいくつかにまとめて、やると。もうこの時点で、まあ、まとまってないんですけども、この総合区そのものについてですね、これも市長のご見解をお尋ねしたいと思います。下田市長。まあ、この総合区と言ってるような状況は4年前にですね、4年前の統一地方選挙の時に、大阪都構想を掲げた時にですね、区割りを示せ、財政調整を示せ、財政調整制度を示せ、権限と財源の配分割合を示せと、散々新聞もテレビもですね、高い派の皆さんも言ってきたわけですよ。そんなものないのに案なんかになるな、案なんかになるかと。これ総合区についても権限と財源の配分もそもそも区割りも何にも決まってません。で、そもそも区割りなんていうのはまずまとまらないでしょ。今まで何年もこれ、まあ、今まで市議会でそんな議論してたのかどうか分かりませんけれども、これ僕らが区割りを決めたことについてもね、これ批判してるわけですよ。高い派の皆さんは勝手に決めたと。じゃあこれ区割り決めるのに一体どれだけの期間かかるんですかと。で、僕らは法廷協議会で、まあ、高い派の皆さんはボイコットをされましたけどもね、まあ、少なくとも法廷協議会のあの期間とその前からの期間もかれこれ4年も5年も僕が知事の時からずっとこの大都市制度を議論をして、どういう区割りがいいのかということもいろいろ議論した上でですね、最後昨年の市長出直し選挙の時に、まあ、タウンミーティングもぐるぐる回りながら、それ以降もタウンミーティングやりながら、多分高い派の皆さんに絶対負けない、まあ、高い派の皆さん にですね、いや俺たちの方が十分住民の皆さんの意見聞いてるよということは言わせないぐらいのタウンミーティングを開いてですね、その上で
まあ、この区割りも決めてるわけですよ。ですからこれ総合区なんてポーンと出しても多分これ区割り決めるのに50年か100年ぐらいかかるんじゃないですか。じゃどうするんですかと区割りで、区割りはもう何にも出さずに総合区なんて言っても何にもこれ対案どころかですね、案にもなってないですね。それから今の公僕長制度、先ほども言いましたけども自治法改正は大阪市政改革を法制度化しただけですから、もうすでに公僕制度、今の公僕長制度がもうやれる限界のところまでやってます。24区制度においてはやれる限界までやっているところです。区長自由経費、まあ、昔50億だったものが今26年度ですけども78億ベース、さらに区 CM というシティマネージャー制度というものを使って局に、まあ指揮を出 しながらですね、この区政運営をやっていく、こういうものでも190億ですか。ですから今269億ほどがですね、ちょっと27年は若干債務の振り替えがあるので若干この金額落ちますけれども、まあ、これぐらいの金額を区長の方に、まあ、ある意味渡しているような状況で、もう総合区といっても今以上のやり方はもうできないはずなんです。もしできるというんだったらその他にどんな権限と財源を渡すのか出してもらいたいですよね。で、僕はこの区長に権限財源を渡すという発想ではなくて、そもそもそういう発想ではなくて、局長よりも上のポジションにつけてしまえばですね、権限財源の異常なんて発想ではなくなるんですよね。だからもうこの自治法改正で定めている総合区を超えたその今の区政運営が大阪市政の今の状況であってですね、もうこの自治法改正っていうのは、まあ、要は今大阪市役所、大阪市政改革でやってることよりもレベルの低いものなんですよ、自治法改正っていうのは。これをまたこの総合区にやりますというと、なんかレベルの低い方に戻すんですかって話になってしまうので、全くちょっと理解に苦しみます。この自治法改正というのは大阪市政改革を参考に法律化をしたもので、大阪市政改革、今の公募区長制度は自治法改正よりももっと先に、まあ、言ってますので、あえて自治法改正なんかに逆戻りする必要は全くないと思っています。とにかく区割りとか権限財源の中身をやっぱり示してもらわないと、大阪都構想だけでもこんだけの期間かかって、この協定書をまとめるたわけですから、総合区をこれから総合区制度をまとめようと思ったら一体何年かかるのかというように思います。まあ、いずれにせよですね、委員が言われたようにこれ議論をやっぱりしてね、皆さんに見てもらわなきゃいけないのに、結局これテレビなんかでも当事者が出ない番組はやっぱり放送できないんですよ今。だから反対派が出てこないと僕だけを一人出すってわけにはやっぱりこれ放送できないんでね、まあ、そういうことも考えて反対派の人は出てこないのかなと、うがって見てしまいますよ。でやっぱり市民の皆さんにね、僕はこれ最後は市民の皆さんに判断してもらったらいいと思うんで、賛成でも反対でももうちょっと謙虚になって、自分の意見はこうだけども、でも最後は市民の皆さんに決めてもらってそれに従うという謙虚な気持ちがあればですね、もう堂々とそれは市民の前に出て議論するはずなのに、それすらやらないもう市議会はですね、僕は本当にこれ市民のためにならないと思いますけどもね。この政治家が市民の前で議論をしなければ、もう政治家なんていうこれ職業になってないですよ。でそういう市議会議員が大阪市政をある意味こう率いてるなんていう状況が本当に市民にとって不幸だなと、討論できない議員は議員辞めるべきだ、辞めるべきだと、市民のためにね、やっぱりもう政治家を去るべきだと僕は思ってます。川崎議員、はい、長時間ありがとうございました。多岐にわたる、ご質問にですね、お答えいただきまして、これも対案がまあもう総合区にしても、この広域一元化にしてもですね、結局5月の住民投票までは中身としてもう示されないでしょう。もうおっしゃる通り、僕らも4年前散々区割り示せとかなんだ言ってですね、区割り内部的にこれ試案あるそうですよ、あるそうですけど、表にすら出てこないっていう、まあ、そんな状況ですから、そういうのを市民はですね、そのいい悪いじゃなくてやっぱりこう知りたいんですよね。比べたい、どっちがいいのかで、もう対案がないならないで、もう今のままの制度と都構想を比べるしかないんですから、そういう場でしっかりと説明をしてもらいたいんですね。まあ、そういったところをですね、僕がわーわー言っても、じゃあ本当に出てくるかどうかわかんないですけど、僕も地元でですね、今思い出しましたけど、ある私立高校に、都構想を説明してほしいと。で、もちろん行きますよ、有権者じゃないです、高校生ですから。ただ高い派の方が来ないとそれはちょっと成立できないんです。僕ももう最優先で日程どうぞって言ったら、やっぱりね、高い派乗ってこないからこの企画中止しますって言われちゃいました。まあ、区によってはですね、いろんな人が企画して討論会みたいなことをやってるみたいなんですけど、基本的に
そういう姿勢というのは全く感じないし、まあ、対案がないならないで、まず対案できませんでした。だから今、現行制度と都構想を比べる、そういう議論をさせてくださいぐらいの姿勢でですね、言っていただきたいし、まだこの都構想設計図の中身、まあ、技術的に今、修正はできないのかもしれないですけど、賛成、もし賛成多数でですね、可決となれば、住民投票ですよ、いろいろそこから先決めていくこと、課題もあるわけですから、そこにしっかり生かしていく、皆さん、いつも市民目線で議論しましょうとか言っておいて、市民が一番知りたがっていることに思って出ないんですから、そういうのもやめてですね、もうしっかり議論をして、説明責任をお互い尽くしていくべきでないかという意見を申し添えて、私の質疑を終わります。ありがとうございました。